皆さんこんにちはレックス専任講師の雲野と申します今日はこんな場合に相続人って誰がなるのの今日は六回目ですね六回目としまして兄弟が相続人になるという場合について学習をしていこうと思いますさあそれでは前回も兄弟が相続人となる場合をお話し,しました今回は相続人兄弟が相続人となる場合のパートツーをですねちょっとやっていこうと思います ささああこういいっったた家族関係があったとお考えくださいまずですねこれ、えー、状況をお話ししていきますと状況といたしましてはまずは今回、えー、学家になっているこの A さんが亡くなったとで A さんの配偶者は B さんで、えー、さらに A さんと B さんとの間には子どもがおりません。 A さんの子供がいないことから第2順位の直系存続ということになるのですが直系存続いわゆる親黄さんもすでに亡くなっており平さんもすでに亡くなっているそういう状況だと思ってください。さあそれこと,はということは第2順位の直系存続親がいないわけで第3順位の兄弟ということになるわけです。ところが A さんは実は父親母親を同じくする D、えー、兄弟と 父親の前妻との間にできた C、えー、判決の兄弟です判決前欠はすでにやりましたよね、えー、父親母親を同じくする兄弟を前欠の兄弟 A にとっての D ですそれに対して、えー、腹違いの兄弟、えー、父親違いでもいいんですが今回は腹違いです要するに父親のみ同じくする C 判決の兄弟です でこのお二人が a さんにとって兄弟になるということなんです。でちなみにまあ乙さん前妻の乙さんも亡くなっているということですね。さあこの状態において a さんの相続人は一体誰でしょう。第一順位子供がいない。第二順位親もいない。ええ皇統兵もいない。そうすると第三順位の兄弟ということになるのですが。今回の兄弟は判決も全決もともにこれ相続人となっていきます。 つまり、C. D. で、もちろん配偶者、あ、失礼しました。配偶者も今回なくなってた。配偶者も今回、え、なくなっているとね。さあ、それでは、あ、今回、この判決の兄弟 C. と前欠の兄弟 D. ね。これが相続人になるということなんです、えー。ごめんなさい。丸つけちゃいましたが、配偶者はなくなってますよ。えー、判決の兄弟 C. と、前欠の兄弟 D. ね、これが相続人となる。さあ、それでは、ここで問題なのは、判決と前欠は一対一でいいのかということなんです。 で実はこれ、判決の兄弟を1としたとき、前決の兄弟は2となるというのが、えー、法律の定めなんです。ということは C が3分の1、D が3分の2ということになっていくんですね。ではなんでこんな決まりになっているんでしょう。でやはりあの A の残した財産を誰が相続するのが妥当かというと、 これは、えー、やはりよ,より A にね、えー、血縁的に近いものが相続するべきだろうということで、えー、今回判決の兄弟よりも前血の兄弟の方が父親母親ともに同じなわけでより A に近いとしてここに差を設けたということになるんです。えー、よって判決が三分の一、前血が三分の二というのが今回の答えです。はいそれではちょっとこれ疑問に思われた方いらっしゃいませんか。えー 第三回目のところでお話をした子供が相続人となる場合のこのお話です当時書いたものなんですよね、えー、A さんが亡くなり B さんとの間に設けた EF と前妻 C との間に設けた D ね。で D から見た EF は判決の兄弟、えー、EF から見た D も判決の兄弟ですところが E から見た F F から見た E は前傑の兄弟だったわけです ところが今回 A さんの相続人としては判決全決関係なく D 対 E 対 F は1対1対1だったんですよ。え、どうして全決判決1対1だったんですか？これは A から見た時の子供だからなんです。A から見たときに A から見たらそれは全決判決関係ありません。A から見たらみんな子供です。ですから子供としての相続分はこれは平等である。 全判決で差が出てくるのは今回のように兄弟相続の場合ですね A から見た DA から見た C その兄弟が相続人となるときにこの全決判決よく司法書士の受験生でも間違える人いるんですけれども是非ねしっかり皆さんしっかりと復習しておいていただきたいと思います。 さあ今日は兄弟が相続人となる場合の前傑の兄弟、反傑の兄弟について学習しましたぜひしっかり復習をしてみてください